ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってっていうか配信できてるこれ。うん、あれちょっと待って、なんでだろう。あ、すいません、私が間違えてるだけだ。すいません、私の押し間違えで何にもコメントが流れてこなかったごめんなさい。それも顔面また縦にやるミスを犯しましたちょっとハイライト足したい。よいしょこんにちは、笑顔のあの採点ありがとうございます。絶対1位。この枠はですね、11時45分までなんですけど、ちょっと押しているので若干早めに終わるかもしれないです。でちょっとね、ハーフアップをねしようかな。なんかまだこのイベント期間中ハーフアップを実はしていなかった。でも似合わないんだよね、ハーフアップ。こんにちは、ゴールデン、ありがとうございます。ハナニャは投与しません。もう頑張った、もう本当に HP を使い切りましたまあまたきっといつか投与しますまあこのイベント期間中にもう一回ぐらいはあるかもしれない、気分が向いたら。本当にハーフアップ似合わない。あ、テロップテロップあれなんか出てなくない？あれ入れてないっけ？ちょっとボサボサなんだけど、テロップ入れます。どうしよう。次、イベントが残り2日で、今日がもう6日目なので、ぜひキラキラ星をお持ちの方がいたら投げてくださると嬉しいです。顔はもうちょっと漏れていなさすぎる こんにちは、ゴールデン、たくさんあフォローしてくださった方もありがとうございますハートたくさんありがとうございます。ゴールデン、なんかゴールデンダルマ、ゴールデンって略称を昨日かなんかの配信のコメントでゴールデンって言われてる方がいて、なんかそれからゴールデンいいじゃんって思ってきてしまったゴールデンダルマって長い、全部言うと。ハーフアップちょっと似合わないけど、でももういろんな髪型やってしまって、やってないのがもうどんどんない。あ、そう、クマさんとかお団子っていうリクエストはねあったんだけどね、私が不器用すぎてできなかった。ヘアアレンジちょっともうちょっとねできたらいいんだけど。こんにちは、ハートたくさんありがとうございます。これでもたくさん嬉しいです。でも早い、あっという間。
もう明日が最終日。初見です。嘘。え、そうかな。ありがとうございます。こんにちは。ゴールデン祭りだ。嬉しい。花束。皆さん今日は公演入られるのかな。そう、あの振り付けクイズをしたかったんですけど、なかなかできてなくて、普段のお昼は、普段っていうか平日のお昼は、あのなんていうの、初めて来られる方とかが多いから分かんないかな、伝わらないかなと思ってたんだけど、今日とかなら公演があるから皆さん少しは伝わるかな。ちょっとやってみたい気もする。いや、似合わない。ハーフアップ似合わない。やっぱり花絵ポーズ。たくさんありがとうございます。だるまさん、ゴールデンもたくさんありがとうございます。いっちゃん大好き。嬉しい。一番が嬉しい。そう、楽しんでね。楽しまないと。楽しんで頑張ります。たこさん、仕事なので星だけ。え、嬉しい。ありがとうございます。ぜひ、あのキラキラ星が余ってるよって方がいらっしゃったらお待ちしております。とってもすごく大きな力になるので、ぜひぜひお願いします。似合います。優しい。お手紙、ラブレター。すいません、メイクがなんか本当になんか今日変っていうか、ちょっとあのあんまりよくできてないな。次までに直します。ゴールデンたくさんありがとうございます。今日もアナイちゃん可愛くて叫んじゃう。嘘。こんなにビジュアル悪いのに。ちょっとあの今日ね、本当に顔があんまり折れない。絶対1位。花絵が大好きだから花絵に冬眠でいい。え、本当に。ゴールデンたくさんハートもありがとうございます。うん、クマさん発見したよ。クマがゴールデンクマさん。ちょっと待ってね。ノーベンバーさんありがとうございます。クマクマ、あ、ちょうどゴールデンにちょっと近しい色を着てる今日。ありがとうございます。すごいすごい、めっちゃポイントが上がってて差がすごい縮まってる。こんにちは。ゴールデンたくさんありがとうございます。かわいいスタンプも。タコさんありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。リンボスター、こんにちは。よろしき。ハートありがとうございます。ナイポーズ。そうだから振り付け、そんな時間ないかもしれないんだけど、なんかさ、皆さんって振り付けで曲分かったりするのかなっていうクイズです。癒しパワーすごい。優しい。ファンレベル上がった。皆さんたくさん応援してくださってありがとうございます。目指せ1位。1位取ろうね。ありがとうございます。ゴールデンたくさんありがとうございます。出遅れてしまいました。全然ありがとうございます。ハートもたくさん、ちょっとすいません、ちょっと一部読めてないんですけど、たくさんコメントありがとうございます。初訪問の方ありがとうございます。ぜひ、あの今日がイベント6日目で明日が最終日なので、キラキラ星だけでもお持ちの方いたらご協力お願いします。フォロワーさんもあと10人ちょっとで3400人に行くので、ぜひフォローもしていただけたらとっても嬉しいです。タコさんありがとうございます。二度目ましてありがとうございます。そう、二
皆さん結構でも私がなんだろう、そのアイドルの方のファンをしていた頃はなんか覚えやすい振りじゃないと分かっていなかった気がする。まあ私がね、入って分かったことだけど、ダンスが苦手でそういうのもなかなか覚えられないからってのもあると思うんだけど。ハートたくさん、ゴールデンもありがとうございます。こんにちは。なんだっけ、あとなんかね、ちょっと待ってね、メモ、メモ、メモ、なんだっけ、ハートたくさん、あ、ゴールデンダルマありがとうございます。絶対1位最後まで頑張ります。あとなんだ、なんだっけ、あとはちょっと待って、あ、そうだ、振り付けの解説をしてほしいっていうご意見もありましたね。でも後から考えてみたら、そんなに売り面の曲が伸びと吉祥しかないから、解説できるほどそんなに曲数がなかった。リリカちゃんとコラボ配信、待ってしたことないかもって思ってきた。ちょっと待って、充電が切れる。いいよ、自信持って、ありがとうございます。かわいいぞ、こんにちは、優しい皆さん。でもそう、リリカちゃんとねコラボしたことないかもしれない。なんか考えてみたら、コラボ配信って意外と一緒になんかパーティー公演の昼夜の間とかにみんなが一緒に座ってて、そこに配信してる子がいて映るとかはあったかもしれないけれど、なんていうの、一緒にコラボ配信しようってなって二人でちゃんと時間を決めてとか、コラボ配信機能を使ったりとかはしたことがない気がする。あんまり実はコラボ配信って一部のことしかしたことがない。ピカピカ、絶対1位、あれヘンテコリーズやってたっけ。でもなんかそう、たまたま配信してるときになんか最近みんなイベント出てるとか、あとは公演とかで劇場で時間があるとかで、そうたまたま配信してて近くにいて映ってたとか、あ、おしゃべり会の間の時間に配信画面をセットして3人並んでて全員がそれぞれ映ってるわ、あった、そういえばあった。ハートたくさんありがとうございます。でもなんかちゃんとコラボ配信っていう形ではやったことないから、ちょっとやってみたい気もする。でもなんか二人で喋ってるとすごい喋れるというか、めっちゃ話すけど、配信する、それを見てる方に届けるってなったらなんかあんまり想像つかないかも。でもね、昨日もね、夜ね、連絡をくれて嬉しかった。こんにちは。初訪問の方、ぜひイベントに参加させていただいていて。やばい、ちょっとお腹が空いてきた。ごめんなさい。なんだっけ。今日6日目で、明日が最終日なので、ぜひキラキラ星とデイリーミッションで小ゴールドをゲットして、
もしお時間あったらご協力していただけたら嬉しいです。だるまさん、メンバー同士が仲良くしてるとファンとしても嬉しい。でもそうだね、3期は全体的に仲がいい気がする。2人が喋っているの見るのがいい。え、本当ですか？ハートたくさんありがとうございます。絶対1位。そう、ちょっとすいません、なんか食べますね、終わったら。まだ何も食べてない、今日起きてから。だるまさん、そう、最後までわかんないから、そう、最後まで1位を目指して頑張ります。なんかね、私が参加した前回のイベントはなんか2位から6位ぐらい、なんかね、結構接戦で、配信してないたびに毎回下がるから、なんか6位から一気に2位まで上がったりとか、逆に一気に落ちることも全然たくさんあったし、本当に最後までわからないので、ぜひ明日が総最終日だから、明日までぜひ配信に遊びに来てくださると嬉しいなと思っております。待って、充電さ、刺したのに充電されてないんだけど、ちょっと待って、なんで？あ、できた。すいません、私がただ単に刺すのがね甘かっただけだった。鼻へ坊主、刺さってなかったみたい。ちゃんとハートたくさんありがとうございます。そう、まだまだ最後までね、気抜けない。アナイポーズ、笑顔のアナ咲いてありがとうございます。そう、明日が最終日。ちょっと待って、あの別のあのセリフのちょっと待ってかな、違う、なんかちょっと待ってほしい、なんかがあったっけ。あ、充電か。自分で言っといて記憶が抜けていく。普通に私がね、なんか全然差し込めてなかった。なんかあれ、でも充電始まってから 1% 減ってるけど、あれ。そう、神奈川県出身なんです。神奈川県いいところ。ゴールデンたくさんありがとうございます。目指せ1位。こんにちは、ピカピカ、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。嬉しい、ゴールデンがたくさん。お、45分までだから、あ、39、あともうちょっとしたら男女読みをします。言葉が出てこなくなっちゃった。手相を見たら握手したくなった。え、本当ですか？でも昨日ハナニャンで握手したいみたいなコメントがあって、ハナニャンの場合ですね、かなりフォってやらないと、綿がすごいので。ハナニャはやらないよ、全然、今は。やる気は全くない。でもさ、そういえば握手会ってさ、やばい、ちょっとお腹が空きすぎた。こういうタイプと、なんていうの？なんか、普通にこういう握手と、あとなんていうの？こういうタイプ。難しい、こういう。手が縦とか、あとはこういうタイプ、こうやって持つタイプとか、なんかいろいろありません？頑張ってますね。頑張ります、ありがとうございます。こんにちは、絶対1位。
いや、花にゃの手が出てきただけですよ。そんな花にゃに、過剰反応しなくても。目指せ1、ありがとうございます。見事な花咲いてありがとうございます。花にゃん、10%? 手だけね、手だけ。手だけたまたま紹介で出てきただけ。冬眠してるから。笑顔の花咲いてありがとうございます。ん?違う、コメント戻っちゃった。あれ?どこだっけ?ここな。ハート。ありがとうございます。こんにちは。花絵ポーズ。41分。そろそろ男女読みをして、早めに、1分ぐらい押してるから、終わろうかな。次の枠は14時50分ぐらいで、そう、できたらやりたいなと思ってる企画がある、次の枠。こんにちは。そう、3期はね、握手会経験がないので、まだ。いや、握手会がなんか、これからありますよって言ってるみたいだけど、まだ何にも、おしゃべり会も握手会も何にもわかんないんだけどね。そう、私が勝手に話してるだけだから。そう。でも会ったらそう、先輩方にいろいろコツを聞いてみないとなんか、おしゃべり会とはまだ全然違いそうな気がしてる。ゴールデンたくさんありがとうございます。誕生日しよう。ジノベマさんありがとうございます。ちょっと待って。舌が回ってない。口が回ってない。1ノベマさんありがとうございます。何しよう。ハート。クマさんありがとうございます。嬉しい。2、3日連続とか聞いてないさんありがとうございます。わあ。3位、ライシちゃん。ありがとうございます。待って、何分で 43? まずいね。最近、ちょっと急ごう。4位、ロングさん。ありがとうございます。猫耳。5位、ワッピミンさん。ありがとうございます。見てるよー。6位、ケンイチさん。ありがとうございます。花井ポーズ。7位、ウルグスさん、ありがとうございます。指ハート。8位、赤シャチさん、ありがとうございます。ピース。9位、ブンさん、ありがとうございます。すいません、ちょっとお腹がずっと空いちゃってて。コアポーズ。待って。わかんない。何まで読んでたかがわかんなくなっちゃいそう。あれ飛ばしてたらちょっと教えてください。10位、パンタの太陽さん、ありがとうございます。11位、サンソンさん、ありがとうございます。ダサンポーズ。12位、ファントムさん、ありがとうございます。お化け。13位、だよね、そうだよね。フレムさん、ありがとうございます。絶対1位。頑張るぞとかの方がいいか。頑張ります。ありがとうございます。お、45分だ。ちょうどぴったり25分間できた気がする。次の枠は14時50分です。あんまりちょっとこの枠は結局クイズもやらなかったし、だったんですけど、次の枠は14時50分からで、もしかしたら企画もできるかもしれないので、ぜひお待ちしてます。たくさん。ギフトとか、これでたくさんありがとうございます。コメント読み切れなくてごめんなさい。ありがとうございました。押してる?嘘?今ね、時間ぴったりこの枠は。ありがとうございます。またね。